いやー、回転寿司行って美味しかったですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう、お疲れですか？お疲れやったよな。眠い、眠い。動画寿司。結構、カンカン詰めに二人で、なんて、やってましたよね。あ疲れた。え？眠くされた？ちょっとだけ寝るかな。僕全然眠くないですけど。何やその対抗。何やその対抗。だからなんだよ。お前が眠いか。眠くない。知らんわ、そんな。でも、サレル、明日もでも編集しなかったじゃん。だから寝るんやろ。なんでだから寝る。今日、奥とかいいじゃん。なんでなんだか、明日編集せんなら、寝た方がいいやろ、普通に。起き続けた方がいいですよ。なんでやろ、人間。は？起き続けた方がいい。なんて人間起き続けた方がいい。はい。じゃあお前寝んってこと。僕は寝ないです。眠くなったら負けみたいな仕掛けようとしてる。悪いけど俺は寝るよ。いやいやいや、今日は疲れたもん。待って、じゃあサレルは絶対寝るマンってこと。絶対寝るマンって。バカが名付けた名前みたいな。待って、お前は何の。絶対に起こすマン。お前絶対起きるマンから絶対起こすマンになった。僕が起きるのは当たり前だけど。お前押し付けようとしてる。なんで僕が寝てるのに。お前寝たんねんて。僕が寝てるのに。寝てないの。僕が寝てないのに。でも押し付けてくんな。広めていきたい、この活動。広めていきたい。この起きてたらいいことあるよっていう。絶対寝るマンと絶対に起こすマン。動画のタイトル。はい、もうこれで今また対決するじゃん、お前ら。もうこれはあれガチよ。ガチで絶対寝るよ。9時半やで今。もうなんならもう寝れるよ。なんならみんなご飯食べた後でいい具合に眠気が襲ってくる時間帯。え、ルート眠いの。全然眠くない。こいつもそう言って。いや始めてる。いやダメです。いやダメです。じゃあ寝たってなる。5分間起きなければもう僕の負けです。タイムリミットは明日の朝7時からです。7時。ダメだ。あとお前9時間半ダメすぎやろ。あの9時間半サレルのことを起こし続けたお前の勝ちってこと。なんだこの勝負、誰が取ったの。この教えをな、解いていく。そうそう、小さいところで広げていこうっていう。仰向け、とりあえず仰向けやる。とりあえず目に光入れました。力やったら絶対やる。とりあえず。というわけで、じゃあただいまから絶対寝るマン VS 絶対起こすマンの戦いということで。そうです。大阪大学卒業、23歳、サレルです。今回の意気込みを教えてください。今回まあ普通に1ラウンド目で KO をする気でもうこっち挑みたいなっていうふうに思います。この日に向けて何か特訓などされてきましたか。まあ昨日編集に追われてたっていうのもあって、まあ、今日すごい寝不足な状況で、迎えられてる。まあ非常にコンディション的にはいいのかなっていう、そんな風に思ってます。それでは最後に相手のルート君にメッセージをお願いします。俺絶対寝るから、もう覚悟しとけよ。今回の勝負の意気込みをお願いします。まあ長い勝負になると思いますが、全力で寝かさないで起こし続けていきたいと思います。今回何か特策などは考えてきましたか。まあいろいろ眠気を覚ます道具、武器など用意しておりますので。武器。武器出てくる。どうですか。自分の強みはどこにあると思いますか。そうですね。執念深さですね。めっちゃ嫌なやつ。めっちゃ嫌なやつや。それでは最後に。相手のサレルさんに一言お願いします。そうですね、まあどんだけ寝ようとも僕が完全に起こし続けていくので覚悟しとけよという感じですね。あと今床で寝るのやめてください。いやもうまだ始まってないんで床で寝るのは。マットン。あ、待ってますね。待ちじゃない。メモリー待ちじゃん。買っていいと。いやダメです。まあ最初はね、どうせ最初は寝れないので、とりあえず上向きましょう。回復姿勢やめてください。回復姿勢を。回復姿勢っていう。回復姿勢ダメです。
まだ早い、まだ早い。もうすでに、あれ何してんのお前ら、何してんの。これ、わからん。でも現状どっちが有利か全然わからん。これずっとやれてたら絶対寝れないはず。いやでもお前気づいてないな。これによってお前の体力が消費されそうです。大丈夫大丈夫、まだ武器残ってる。何なんだ武器って。まだ青向けっていいよ。なんでどうする。何これ何これ何、何なんこれ。これでちょっとでも寝る姿勢を崩します。やだやつ。ついについに火だね。うぜえ。ルート武器何ある。まだ早い。そうです、まだまだ早いです。まだ早いね。まだ始まって10分程度でしょ。ちょっとまだ物を出すには早い。手は不衛生ですね。本にしましょう。4分ぐらい寝てから起こされたら一番嫌だ。4分30秒あります。よお前この体勢で寝るな。タイマー始めます。見て見て見て。これマジかこれ。これ7時までこれ。ふざけんなって。4分タイマーセットしたらまたやります。それなら程よくこう振動マッサージ、まあ、でもさらに寝るために何してもいいから。睡眠タイマースタートします。始め。これやってる間は寝れへんやろ。これやってこの体勢で慣れたらこの体勢で寝る可能性ある。寝る可能性ありますよね。うわ今気づいた。やばい、封じられる封じられる。何してんの。ほら急に急に無事寝たぞ。ダメです。くそ。わかったわかった。あれサーレ、ここ行った。このスタジアムでの戦いかと思ってたのに。くそ、こまで。あはは。絶対起こすまん。まあ、横になってもいいですけど寝ただけ。一回戻ろうじゃん。はい。それない。うずわ。猫じゃらしみたいな。猫はこれで夢中になりますからね。これで寝られなくなるんじゃないですか。これで夢中になってしまって。お前、え、胡椒バスとかじゃなくてこれで。うぜぇ、マジで。隙間に入る。な、結構効いてるぞ。何してるんだ。どういう状況だよ。これ、あの、あ、絶対寝るマン VS 絶対起こすマンだよ。今、一旦懲らしめてます。どっちがどっちだと思います。どっちがどっちかマジやめ。お前やな、それ、ネゴジャラシ、お前やな。もうネゴジャラシやな。お前やな、ネゴジャラシ、お前やな。やばいあ、全部全部全部レフェリーに、レフェリーに返却、レフェリーに。はい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 、もうやらな、もうやらな、もうできない、もうできない、もう渡したんで。
なんで、バネ結構ボコボコにしてなかなか協力してる、思いのほか協力武器。睡眠タイマー、スタート。さあ、ね、睡眠始めました。とりあえずまた3分30秒ぐらいを待ちますこいつだわざと寝かすっていう違うこんなことしてるでもお前それで3分休憩する気やな疲れさせたらいいここまで涼しくて気持ちいいなんでそんな起きたいん逆に起きてる方がいろんなことできるじゃないですか寝てたら何もできない寝てるそれ教えてよそれ昼間じゃ笑えないネタで笑えるこういう風に雑談しながらね楽しい話できたらいいじゃないですかこういうお前が雑談したいから俺を起こすってことは、うん、そうですねサークルってそういうもんですよそれでってさ、いいやん、ピロマラさんとか分かってこおるやん。ピロマラさんなんか、もう早く帰りたそうな顔してるのね。おい、じゃあ、それで言うと俺、早く寝たそうな顔してるやん。いや、それはダメです。あの、ピロマラさん帰って起きてるんで。そうですよね、ピロマラさん。帰って起きたってもお前関係ないやんけ。いや、だから起きてることの価値は分かってるんです。何が、そんな。世の中の大学生みんな起きてる価値分かってます。分かってないのは、ソレさんだけです。お前寝る価値分かってないのか、じゃあ。寝る価値教えてください、寝る価値。じゃあ、一応一回横になってみ一回電気消そうだよ教えてやろ、俺が教えてやろ電気消そうだよ僕の寝る価値って何ですか人としてちょっと考え事してみルートの好きなあの女の子考えてみてどうやって落とそうかルートどうやって落とすのこいつを殺す。こいつを殺す。こいつを殺す。僕、好きな子にちょっかい出しちゃうタイプなんで。暗闇マグロ。ヒロマさんと喋ったらいいじゃん、ちょっと。性格が面白い。全然喋るで。全然喋るで。ちょっと話されちゃうで。もう無視もう無視ですいやだから寝たいだけなんですよね。さっきこないもんで。退勤いたします。俺がない。ほんまにない。すいません。すいません。ないですか。下失礼します。痛い。頭頂部強打しとったね。されるタイマー。スタート。ここで吹けるか何吹いてるのかまあ何回も来た何回も来たねやーねーねーくそ失礼しますこうやってさ審判のありがとうありがとうあなぜ戦いが始まったかお
わかったわかった、ね、ね、年が一回。あ、はい、いたしまいます。手あげる、手あげる。いたしまう。オッケー。行こうぜ。あれ、あ、トイレ。なんかクソやん。お前締め出されんじゃん。起きてたらいい話じゃないですか。ねえ、寝かせたらいい話。冷めたぞ。起きてる？寝てないです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？反応あり。なしだったらね、AED が必要なんですけど、あるんで。大丈夫ですか？大丈夫ですか？反応あり。これは救急救命の手順ですからね。大丈夫ですか？反応あり。あれ寝てるやん。大丈夫ですか？大丈夫ですか？うん、あの目開けてください。目開けて、うんじゃない。あは多分寝てる。タイマー開始します。早急に起こしてください。バカてへんか。バカてへんか、これには。ルート、おやすみ。おはようございます。おやすみ。いや、おはようございます。俺はもう寝るわ。おやすみ。いや、寝ちゃダメです。てか、寝てないです。これからも寝ないです。それ俺のことやろ。それ俺が決めることやろ。いやいや、僕に権限があるので。寝ることは不可能だと思ってた方がいいです、ここにいる限り。今日は朝まで起きてみて、楽しそう実感してもらえればと思ってるので、今日は意地でも起きてもらいます。じゃあ、なんか楽しいことした方がいいんちゃう。なんかゲームしますか。あ、いいんじゃない。ゲームしましょうよ、ゲーム。ゲームしましょう。ドリンクとかどうですか。いや、アフリカルビゲームで。負けた、これでもいいな。アフリカルビ、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 アフリカルビ。はい、おつ。はい、おつ。挑むものを間違えたな、お前は。おいしい。おいしい。おいしい。コーヒーの味。コーヒーの味。おかるなんて飲むもんなの。飲むもんです。ゲームして、負けたらこれ飲むゲームします。何この飲み会。高速しりとりで。高速しりとりって何ですか。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、みたいな。なるほど。何でやる。俺もやる。はい。あ、じゃあ、おい。俺いるかこれ、お前。何やねんお前。だって、3ミリリットルでレモンスライス1枚分だよ。高速しりとり。イエーイ。ティッシュ。ゆくせる。なんだそれ。最初ティッシュから行きますよとかなんか欲しいですね。フリやけどみんな。いや、なんかじゃあ前からでいいよ、これ飲んだら、はい、次。高速しりとり、イエーイ。イルカ、カメ、メダカ、カン。弱いなお前。弱い。次の作戦ないよお前。これやりますか。
今準備しよう。それはレモン、レモンかけて。何をかけて。レモン、レモン。最初はグー、チョキ、ホイ、アイコでしょ、アイコでしょ、あっち見て、ホイ、シャッ。なんで。なんで。結構前、水圧、水圧強い、ジョージョー言ってる。寝てる寝てる、こいつ寝てるわ、完全に。ダメがここまでやる言うた。ちょっと困っちゃうわ、ね、飲みます。はい、まあ負けたんで、そこはね、そこまで、そこまでって、散々やっといて。あー、きついわこれ、水圧強いな。どうした？カメラ、えらい。カメラ回してた、こいつ。お前の中では素晴らしっこかったかもしれんけど、結構今ゆっくりやったな。もうこれやめよう、これやめよう、やめよう。お前が始めたんやけど、こいつはちょっと話せよ。結構いやいや、さっき置いてください。じゃあまず2個持っとんずれか、1個え、なんで訴えまなんで今ったなんで今ったこれ何の戦いこれ絶対殺すマン VS 絶対殺すマンになってるやん今日おいミステッポでこんなビショビショなの何時今もう12時やお家に帰りたいもうお前得策はないんかお前悪魔か悪魔かおい俺が悪いか武器商人めお前にはまだ残ってると思うまだいろいろありますまだ諦めてない、うん、お前でも
10は全部俺が持ったと思ってたけど喉乾いたそれアホールやん何何何寝てないよとんでもない何何何何熱さもしいとこれこれやるとスッキリするんですよしますおでこに1枚あったら何もない時に何もない時にいいじゃんお前普段からこれやったらそうですね夜中大体今睡眠の一番の原因って体温が上がることが一つ原因だと思うんですよ特に脳みそがオーバーヒートしちゃってそのまま眠くなっちゃう寝なあー寝たい眠いじゃあもう頭痛いねんけどこんなのはるか冷たえお前デブやん一番気持ちいいですよえ、ルート眠いいや、眠い人に僕はあの夜は大体こういう風にするって決めてるんでルーティーン僕眠くないんで昨日何時に寝たの寝てないですね最近いつ寝たの何でさ、ルーティーンっていらんって別に別にそこの戦いじゃねえ一旦コンビニ行きますかあの、見た目を気にしコンビニ行こう、現在何時ですか1時あ、誰10…来る時も、なんかすごい遊びに誘ってくるわけでもなくなんか一人で TikTok 見てましたなんか寝そうな人は邪魔されますただただ嫌なやつやいや、これ僕絶対起こすマンなんで起こすだけないや何買ってきたんそれこれ結構買いましたまず揚げ出し豆腐これちょっと体温まるからちょっと食べようかなっていうとサーモンの寿司、夜食あ、待って、今日の夜は寿司じゃなかったっけ夜のおやつ、じゃがりこあと残り最後が食べ合わせ終わってますよねもうこれ人気なんですかめっちゃ人気やね全然入手できんそうやね、売り切れ特出演普通に嬉しいなんとは何があった僕お茶と、このブラックブラックガムですねこれは眠気覚ましのガムはいこれはもう僕はもうゼミ室でずっと噛んでますなんでその覚ますの眠いやつ寝ればよかったら夜すっきりしたいんですよとにかくすっきりって一番いいじゃないですかいや眠くない今でも寝てすっきりするっていうのもあるでまあ確かになあんま経験ないんですお前どうなっとるから寝てすっきり寝て起きたらちょっとあのぐったりしませんちょっと逆に寝て起きたら無理やねボロすぎだ揚げ出し単体で売ってるんですね自分で作ってみたいと思うんですよね豆腐って揚げすぎたらでもなんかこういうお揚げさんになっちゃいますよねきつね厚揚げね厚揚げみたいになりますよねあのうどんとかに乗ってるだからその間ですよねその厚揚げと豆腐の何してんのお前ついに喋ることなくなって揚げ出しの豆腐の話したじゃんいやいや、サーモンの話題サーモン、もうなんかもう回転寿司でもサーモン多いですよねあれはやっぱりノルウェー政府が貢献したんですよねそれやっぱりいろんなメニューをできるということでサーモンの可能性をね、広げたっていうお前と大きとったら楽しないわ辛辣やなもう2時とかじゃないもう2時手前ですね、うんもうそろそろ僕の勝利が近いんじゃないでしょうあと5時間でね、まだ半分経ってないまだ長いぞ、また水鉄砲の戦いになって一山超えてるからねシビルウォーはやめましょうもうあんな不毛な戦いお互いに嫌ですからね僕風邪ひきかきました明日学校何時からの明日10時半からですで早っ10時半お前じゃあこの撮影7時に終わってそっかどうするの7時に終わって8時に大学行って朝ごはん食べて授業行って終わったら飲酒のゼミがあるので、うん、それで勉強してでその後また次の日もっていう感じですね最後に起きたんですか最後に起きたの、うん、まあリアルに、うん、昨日の8時とかリアルやなリアルに朝8時全然寝とわ寝かせてくれやインスタライブでもするかしていいんですかしていいんですかなんか心配してるよお前だんだん心配いや、あの寝たいんじゃないかなって本当にその寝たい気持ちは尊重したいんですよ僕が寝かさないだけで謎も尊重さあ、そろそろ3時ですどう、ルート、この夜は楽しい
お前が楽しんでなきゃ起こしといて。まあでも絶対起こすマンとしての職務を全うできたので、それはそれ楽しいです。ついにもう自主的に起き始めたので、配信を見て、そうそうそう、これは結構な進歩だと思います。地味にこう布教されていってるということ。そうそうそうです。ハッカとか知ってますか？ハッカも用意してるんですよ。こういうハッカ油、これは夏の時期は虫除けとかにもなるんで、しかもかなりスッキリする。どうですか、これを首の後ろとかに。いや、全然めっちゃスースーするな。だからここら辺に塗ったらいいですね。え、お前何してんの？ちょっと鼻についた。そりゃそうやろ、塗った手で鼻触ったらあかんやろ。うわうわ、鼻の下スースーする。綿棒とかな、ちょっと寝かしてなるの。俺でも中立の立場やから、ちょっと手は使えへんね。お前背中当たっちゃったから。わけのわからないゲームへの参加封じられ方まで。ちょっと、ちょっと、やばい、破壊神になってきたこいつ。ちょまだ生き残ってます、こいつは。でもそれ使うのも決めたいあるんかい。何流してんの？くれなって。もう戦いやめろ。お互いそれ触らないで終わろうって言ったじゃないですか。ルントにはでも抑止力がないから今。もう踊る。今年からキヤノさん。そうなの。そうめっちゃ。来るなよ。この部屋に。何してんの？報復を恐れています。もしかしてもう寝てはりますかね。
迎え撃ちされる可能性もあるし、寝てるかもしれない。相手の出方を3分ぐらい伺います。うわ、惜しい。今何分？今4分やった。まあでももう余裕やわ、正直。そっからは俺に話しかけて起こし続けるしかない。あとはちょっと眠くなる待つだけや。なんでお前ここ、なんでお前ここにおんねん。すぐ逃げるやん。次のこと考えてないから。何してる。しといてくれたらいいよ。え、そしたら負けるの？何時今？今3時半。ああ、3時35分には俺の勝ちか。ストップ。もう開けるということ諦めて、その壁越しで7時まで粘ろうと。あと3時間半。3時間半その音だけで粘ろうとしてる。
者絶対寝るまでしょうねでしょうね最後籠城してた最後籠城してたあんなん全然勝負なってない寝ていらっしゃいますどうですか戦ってみて強かったですかかなり強豪でしたあらゆる策を尽くして絶対寝る男の技術っていうのが僕よりも高かったなとそういうふうに思います。その次回は二度とやりたくないですけど次回やるならもう少しそのこういう戦略勝ちみたいなその籠城作戦にならないようなそういう戦い方を繰り広げていきたいなと何ででもルントが別にさ出ていく時になんか持ってけばよかったよお前全部置いてってからいやだってそっちには水で通るからないですえ俺ずっと持ってないでえなんか虚しいです試合にも負けて戦いにも負けたわけか寝よ